いつもお店なんですけど、はい、今日は試乗会ですね、戸塚さん、はい、お世話になってます。ファイヤーワイヤージャパン戸塚さんが、はい、今日一番みんなが試乗会で借りてて人気のあるボール、ちょっと教えてください。そうですね、これ今年発売のグロワーっていう、やっぱりグロワーが一番人気ですか。はい、ログマチャドの日本限定モデルなんですけど、はい、今日みたいなこうスモールコンディション、うん、でもエントリーロッカーが結構弱めにできてるんで、テイクオフも早いですけど、ちょっとまあ掘れるようなたまにセクションもあるので、はい、結構そこはセンターからテールにかけて結構絞ってあるんで、クイックなターンがしやすくなってるんで、好みに耐えてもアクションできるようになってですよね、はい、すごいこれテールが軽かったですね。僕もちょっと乗ったんですけど、はい、すごい良かったです、はい、このセッティングは、うん、今日はこのセッティング、はい、ツインスタビで乗ってるんですけど、はい、ものによってはクワッド設定ですとか、あとはツインの設定もできるので、本当ユーティリティが高いボードにはなってますね。いいっすね、はい、もうツインで変えるだけで乗り味が変わっちゃうんで、全く別のボードにはなっちゃうので、はい、すごい楽しめるかなと思います。そうですね、ぜひ皆さんこの日本の波、はい、グロワーズ楽しんでください。そして、はい、他にもなんか新しい、はい、そうですね、もうデザインが出るんですよね。はい、こちらのタイプのスレーターデザイン、ね、出ましたね、スレーターデザイン、はい、これがサイマティックっていうモデルになります。でこれは、前世界で売れてたサイファイっていうモデルと、はい、オムニっていうモデルのいいとこ取りをしたボードですね。すごいですね、贅沢です、はい、オムニですね。オムニのアウトラインなんですけど、オムニと比べるとエントリーロッカーは弱めになってます。なのでテイクオフも早いです。そうなんですね、はい、でテールにかけて、テールはダブルバッドテールのサイファイのテールになってます。でサイファイと比べるとテールロッカーが若干ついてるので、サイファイと比べてもアクション性は高くなっています。そうなんですね、はい、ちょっとやっぱりロッカーが違うんですね。そうですね、でアウトラインは全体的にオムニか、サイファイと比べるとちょっとふっくらしたアウトラインになってるんで、好みでも好みから使えるような感じですね。でまあこのダニエルの特徴的なこのやっぱり後頸部ですね、はい、またすごいのが入ってますね、うん、サイファイと比べるとセンター寄りに結構深めについてるんで、もっとサイファイと比べるとフローしてくれるので、もっと浮いた感じがしますね。なんでもっとターンがしやすいですね。じゃあ少し小さめのサイズでいいっていうことですか。そうですね、はい、で、おすすめのサイズ的には、はい、サイファイを乗ってる方であれば、うん、サイファイと比べて3インチぐらい短めですね。でオムニを乗ってる方であれば、はい、オムニとサイズが同じタイプで大丈夫です。なるほどですね、はい、すごいな、これがそうなんですね、はい、これ本当に実はこれサイファイの原型がこのサイマティックっていうモデルになるので、じゃあこっちが先だったんですか。そうですね、はい、本当に理にかなったボードになってるんですね。いいな、はい、乗りやすくなってますので、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんこのボードをチェックしてください。はい、お疲れさん、ありがとうございました。ありがとうございます。